ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。カードゲームやっていて一番楽しい瞬間といえば、カードをね大量に山札からドローすること。マジックも様々なドローカードがあるんですけれども、逆に対戦相手が大量にドローしてしまうとこっちがねモワモワしてしまうみたいなこともあるかなと思います。というわけで今回はそんなドローを禁止させてしまうドロー禁止カード5選やっていきたいと思います。まず最初に紹介するのは尖閣破りです。尖閣破りは3マナの青のマンホーク、俊足を持っており、対戦相手がドローステップの最初の1枚以外のカードを引く場合、自分の方に宝物トークンを生成する効果に置き換えてしまいます。本来対戦相手が得るハンドアドバンテージをかき消すことができる上に、自分がマナ加速できてしまういやらしいカード、さらに俊足を持っているので大量ドローしようとしている相手に対して使うことで、その奇襲能力を最大限に生かすことができます。このカードが発表された時は大きく話題になり、注目を集めることになりました。このカードは統率レベルで収録されたわけなんですが、統率戦は多人数でプレイするものであり、その分カードを引く回数も多くなるため非常に強力。そして大量ドローするカードも多く採用されるため、青の入ったデッキを使う対戦相手がいる場合は常に尖閣破りを警戒する必要がありました。またこのカードは統率戦だけではなく、レガシーやヴィンテージでも活躍。レガシーやヴィンテージも軽量ドローを多く使用しますし、青を使った敵も大量にあるためしっかり環境にマッチしています。さらに色拘束が弱く、マナ総量も3マナと十分採用圏内にある軽さ。特にレガシーでは渦巻く知識の採用率が高く、これに対応して尖閣破りを使えば対戦相手の手札を2枚ライブラリ送りにした上に、自分が宝物トークンを3つ得るという非常に大きなアドバンテージを得ることができます。このようにドローを抑え込んできた尖閣破りでしたが、2021年4月11日に統率戦では禁止カードにして、俊足を利用して意外な授かり物やホイール・オブ・フォーチュンと組み合わせ、対戦相手全員の手札を奪う使い方がカジュアルの楽しみを奪っているとされたことが理由でした。とはいえ通常構築のフォーマットではまだ健在、特にレガシーでは英語の小玉と組み合わせたコンボで使われています。次に紹介するのは概念泥棒。概念泥棒はドラゴンの命令で登場した4マナのクリーチャー。能力の方は俊足に加えて、対戦相手が自分のドローステップで引く1枚以外のカードを引く場合は、仮にその対戦相手のドローを飛ばし自分がカードを1枚引きます。青と黒の2色のマナが必要なため、先ほどの尖閣破りよりも重く色拘束も強くなっていますが、その代わり相手のドローが自分のドローになるため速攻性の高いアドバンテージになっているのが特徴ですね。当時のスタンダード環境では信仰なき物語やスフィンクスの啓示など強力なドローカードがあったため、これに対応して外伝泥棒を唱えれば莫大なアドバンテージを稼ぐことができます。特に信仰なき物語の場合、対戦相手はカードを1枚使っているのに1枚もドローできず、さらに2枚捨てさせられるため、アドバンテージ的にも精神的にも大ダメージを受けることになります。ただ追加のドロー手段を持たない相手に対しては完全に腐ってしまうので、対戦相手にドローさせるカードと組み合わせることで積極的に活用する必要があります。例えば支えた狂気と組み合わせれば、相手の手札を仮にして自分だけ2倍に手札を増やすことができるため、相手のデッキに関係なく使っていくことができるようになります。このように妨害手段としてはかなり強力なカードではありますが、タフネスが1しかないため除去されやすいところが欠点。瞬速で相手に割り込んでいっても、さらにそこに対応されて除去されてしまうことも少なくありません。特にクリーチャー戦の比重の高い環境になればなるほどその影響が出やすく、4マナという重さと除去耐性の低さがネックになってきます。ちなみにこの動画に出てくるカード全てに言えることになりますが、痴漢できるのはカードを引く効果だけなので要注意。表現の反復や時を超えた探索のように手札に加える効果の場合は発動しないので、間違って引かないようにしましょう。続いて紹介するのはトレシスの使者レオボルド。コンスピラシー大い育てで登場した黒緑青の伝説のエルフ。対戦相手のみ追加ドローさせない能力と、自分か自分のコントロールするパーマネントが対象になるためにワンドローできる能力を持っています。色拘束が厳しいため3マナ33でメリット能力が2つついている強力な1枚。2枚目以降のカードを引くこと自体を禁止するカードになっているため、発掘などのカードを引くことを置き換える能力も使用不可能にできるのが特徴です。追加ドローさせない能力ももちろん強力ですが、2つ目の能力もなかなか厄介。能力の効果範囲がプレイヤー本人とそのパーマネント全部なため、レオボルトを除去しようとするとほぼ確実にカードアドバンテージを失うことになってしまいます。レガシーでは相手の渦巻く知識を封じ、さらにはリシャードの港によるマナ拘束やカラカスによるバウンスも対策できる1枚であり、多くのデッキに対して有効な1枚として使われました。これによって登場したのが4色レオボルドというデッキ。レオボルドで相手の動きを抑え込みつつ、デッキ内にある直やってくる赤い打ち消しで相手をいなしていくというのが基本的な動きになります。4色でありながら多色カードやダブルシンボルのカードを多用するためマナベースはかなりシビア。最初はシギレイのシャーマンを軸にしてマナベースを確保しており、これで不毛ナイツなどのマナベースを狙ったカードも対象、レガシーのメタの一角として活躍していきます。2018年にシギレイのシャーマンが禁止になると一度衰退しますが、2019年6月にモダンホライゾンが発売するとレント6番が加わり復旧。しかしすぐにそのレント6番も禁止カードに指定されてしまいます。
ヨーボルト自身は現在でもレガシーのアルーレイやヴィンテージのハッカーラシなどのデッキで活躍中。相手の動きを抑えつつ自分のアドバンテージを稼ぐ能力ががっちり噛み合っており、色が合えば中核になる一枚ですね。続いて紹介するのは迷宮の霊魂、2万の白のクリーチャーエンチャントで、カードを1ターンに2枚以上引くことを禁止する能力を持っています。シングルシンボルの上に2万のというカラスが凶悪な1枚で、これが戦場に出ると相殺タイミングのドローができなくなり、インスタント呪文で相手のターンにカードを引こうとしても1枚までしか引くことができません。特に青の絡むコントロールデッキやコンボデッキに対しては致命的に刺さる1枚で、対処ができなければそのまま敗北に直結しかねない影響力を持っています。またパワーも3あるため、ノンクリーチャーデッキに対してはクロックとして使うこともできますし、中堅クリーチャーが出てきてもこれで相打ちを取ることができます。多くのカードをドローする必要のあるコンボデッキ相手には相性が良く、モダン、レガシー、ヴィンテージなどでは活躍の場も多いカード。クリーチャーでもエンチャントでもあるためサーチ手段も多く、シルバーバイトとして使えるのが嬉しいところですね。特に白タンデッキの代表であるデス&タックスではメインで複数枚採用されることも多く、さらに下環境に行けば行くほどドロー呪文は強力になっていくため相対的に効果が強くなっていきます。ちなみに迷宮の霊魂のドローを禁止する効果は自分も受けるので注意しましょう。最後に紹介するのは応用作物のナーセット、闘争対戦で登場した3マナの青のブレインズウォーカーで、常在型能力として対戦相手が1ターンに2枚以上のカードを引くことを禁止する能力を持っています。また中性度能力はマイナス2で自分のライブラリーの上から4枚見て、そのうちクリーチャーでも土地でもないカードを手札に加える能力、対戦相手のリソースを増やしにくくしながら自分のアドバンテージを稼げるためコントロール戦略とはバッチリ噛み合った1枚。追加のドローを禁止する能力はコントロール相手では致命的に刺されるため優先的に除去しなければいけないカードですが、ブレインズウォーカーなのでクリーチャーよりも対処しにくいのが強さのポイントです。また一度に4枚ライバリーを掘ることができるため2枚目3枚目を探しに行くことも可能。このカードが登場すると早速ジェスカイフレンズで採用されメタの一角に、その後はソアンの火を使ったジェスカイファイアーズや青白コントロールでも採用、登場からローテーション落ちまで第一線で活躍することとなりました。もちろんスタンダードだけではなくモダンやヴィンテージまで多くのデッキに採用されており、ここでは紹介しきれないほど、アンセストラルリコールなどドロー呪文が醍醐味のヴィンテージでは制限カードになってしまうほどの影響力を見せました。というわけでドロー禁止カード5選お送りしましたが、いかがでしたでしょうか。ここ最近でこういったねドロー禁止カードはたくさん出てきた印象になりますが、皆さんもね対戦相手がいっぱいドローするのが許せないという方はね、これらのカードを使ってみてもいいんではないでしょうか。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオツカでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。